こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロ U の秋冬の新作ですね、こちらのサイトを見ながら大人の男性ですとか、あとはあんまりおしゃれが得意じゃない男性だったらどれを買えばいいのかというところで、具体的にですね5つぐらい皆さんにおすすめの商品をですねお伝えできればなというふうに思っています。もちろん全体を見ながら、僕の中でですね感じたことをシェアできればと思っているんですが、なるべくですねピンポイントでこれがおすすめだというのをですね知りたい方は前半の方にですね結構詰め込みますので、ぜひそちらをご覧になりながら最後までですねお付き合いいただける方はですね僕のこう今回の感想も含めて、最後までお付き合いいただければなというふうに思ってます。このシーズンですねもう毎年恒例になってきましたね。ユニクロ U に関してはちょっとこう実際の季節より早いタイミングで発売になるんですね。まだ実際は暑いじゃないですか、30度超えでバンバン暑い日が続いてるんですけども、もう秋冬の新作ということでユニクロ U のサイトにはですねいろんなものがですね並んでいるんですね。中にはですねもうアウター系ですね、コートだとかそういったものも並んでいて、そういった時期がいずれは来るんだなという形でですね、見ていてまだ想像もつかないわけなんですが、こういったちょっと早い時期に買うというのはファッションの世界では割とこうなんだろうな、当たり前というか、定番化している買い物の仕方なので、暑くて買う気になれないよという方が多いかなと思いますし、僕自身もねそういった気持ちが大きいんですが、ぜひそう言わずにですねお付き合いいただければなというふうに思ってます。今日はですねこちらの方に実際に僕のですねスマホの画面を映しながらレビューをしていきたいなというふうに思っています。はい、ということで早速ですねこちらを見ていただきたいなと思ってるんですが、ユニクロ U のメンズですね。いろんなものが今年も出ています。こうユニクロとのコラボレーションのラインっていろいろあるんですけども、ユニクロ U、JW アンダーソン、あと最近はプラス J ですね。その中でもですねやっぱり安定して使い勝手がいいのはユニクロ U なんじゃないのかなというふうに思ってます。僕らにとって一番馴染みがあるのはT シャツですね、ユニクロ U のエアリズム、ああいったデザインだとかあとは素材感、色使いはベーシックなんだけどサイズ感が今っぽかったりして割とですね僕ら大人世代にも使いやすいのがユニクロ U の特徴で、その雰囲気というのは結構全体を通じて、共通しているのかなというふうに思ってます。とは言いつつやっぱりですね物によりますね。おしゃれが本当に得意な方だとか世代的に10代20代の方であればしっかりと似合うんだけども、僕ら世代だとこれはちょっとなかなか厳しいかなっていうものも僕目線だとあるんですね。というのも僕は個人向けのスタイリストとして12年ぐらい活動してるんですけども、おしゃれがあまり得意じゃない方がお客さんに多いわけですね。そういったお客さんを想定しながらこれ着れるかっていうことを考えるとなかなかねリアルさがないものもあったりするので、そのあたりは正直ですね本音でお伝えできればなというふうに思ってます。まずですね、前半は僕の中でこれはいいだろうと思ったもの、本当にこれは買ってみたいなと思うものをですねお伝えできればなというふうに思ってるんですが、まずはアウターのジャンルからいってみましょうか。この中ではですね一番最初にあるステンカラーコートですね、これはね使い勝手がいいと思いますし、デザイン的にはかなりベーシックで、ユニクロの通常ラインでもこういったステンカラーコートありますよね。そういったものに比べると、デザイナーがですね、携わっているということもあって少しですね特徴的な部分もあるですが、そこまでやりすぎてないというところが、この最大の魅力かなというふうに思ってます。このね色はですねベージュとブラックという2色なんですが、個人的にはですねこのベージュの色合いがすごく上品でいいんじゃないのかなというふうに思ってますね。特にねこういったステンカラーコートを着るような季節、ウールとかのようなかなりしっかりとした素材感でなければ、秋だとかもしくは春とかでも使うことができるので、そういった2シーズンを意識するのであればベージュがなんかいいんじゃないのかなというふうに思ってます。このあたりは実物を見てという感じなんですが、かなりスタンダードな、こういったステンカラーコートになってるんですが、脇にスリットが入ってるんですね。ここが特徴で、デザインはベーシックなんだけどもちょっとした遊びがあるので、その点なんかがね使い勝手がいいというか、少しこうおしゃれが好きな方でもテンションが上がるポイントなのかなというふうに思ってます。
まあね、あとサイズ感なんですが、ちょっと着丈が以前よりも短くなったというところで書いてありまして、そこもねすごくありがたいなと思ってます。まあ、ユニクロ U のコートとか、アウター類ってやっぱりこうトレンドによってるものが多いので、大胆に着丈が長いものが多かったんですね。ただね、どうしても大人の男性がベーシックに着ようと思った時に、あまりに長いと着れる体型の方が限られてしまうんですね。僕もね、体型が小柄なので、164センチ54キロなので、膝よりも長いとちょっと着られてる感じがしてしまうので、その点ちょっとね、着丈の長さがコンパクトになったというのは個人的にはありがたいなと思ってますし、多くの大人の男性が着やすいですね、バランスになったのかなというふうに思ってます。まあ、ここ最近の、まあ、キーワードであるビッグシルエットというものも、まあ、なんかすごいこう流行った時期があって、そのブームがある程度落ち着いてきて、程よいゆったりさ加減というところが、まあ、今とっても旬なところになっているのかなと思います。そういった意味ではなんか全体を通じてもビッグシルエット過ぎないものが多くなっているのが多くなっているのかなというふうに感じています。まあ、このコートもね、その雰囲気を感じられるような一着で、個人的にもいいなと思いますし、皆さんにもお勧めしたいアイテムかなというふうに思ってます。はい、続いて2点目なんですが、ジャンルをちょっと飛びまして、セーターカーディガンというところで、まあね、ニット系は結構ユニクロ U 僕は好きで結構見ることが少なくないんですが、この中で、大人の男性おしゃれが苦手な方でも使いやすいのはやっぱり一番最初のこれですね、 3D エクストラファインメリノクールネッククルーネックセーター長袖、これはね使い勝手いいと思いますね。なんか生地の厚みとしても中肉厚ですね、薄すぎずかといって厚すぎないので、さまざまな着こなしが想定できるんですね。例えばこの1枚のスタイルもすごくかっこいいと思いますし、この上にですねアウター類を着たいだとか、まあ、ギリギリですねこの厚みだったらジャケットなんかも羽織れるんじゃないかなというところで、1枚あればすごくですね使えるシーンが広いというところ、そしてデザイン的にもですねすごくこう癖がそんなになくて使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、3D のですね、まあ、シルエットということで、縫い目もなくてすごくですね着心地としてもいいのかなと思ってます。なんかプレーンですよね。で、色に関しては、ユニクロ U らしいですね、ちょっとこう、違いのあるような色味ですね。このグリーンという色がトップに来ているんですが、うん、グリーンというよりはなんかオリーブというか、ベージュっぽさも感じるようなすごくこう曖昧なカラーですね。このあたりがねユニクロ U っぽいんじゃないのかなというふうに思いますね。この色味に対して、ブラックのスラックスとかね合わせてもらってもいいかなと思うので、このグリーンも、個人的にはすごくいいんじゃないのかなというふうに感じてます。あとは、秋冬はですね結構どうしても全体の服の色が濃い色というか暗い色になりがちなので、そこに差し色として内側に来るものが明るいですね、こういったオフホワイトだと、爽やかな感じが出しやすいので、このねオフホワイトはいいんじゃないかな。パキッとしたホワイトよりは少しね色としては何だろうな、きなりっぽい色が入ってるこのホワイトが、個人的にはすごくこれ使い勝手がいいかなと思うので、僕も欲しいなというふうに思ってます。あとはグレーですね。もうユニクロ U という言えば、まあ、最近はこういったグレー系のものが多くなっていて、まあかなり濃いめのグレーなんですけども、ブラックよりは重たくなくて、ちょっと都会的でクリーンな感じのグレーですね。これまたね個人的にはなかなかいいんじゃないかなと思ってまして、3色あるうちのどれかか、もしくは2色ぐらい買うのもいいかなと思ってますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思ってます。うん、これはね最高に使い勝手良さそうですね。はい、あとニットはですね、もうちょっと厚みのあるものですね。ローゲージモックネックセーターとか、あとはメリノブレンドモックネックセーターということで、ちょっとこう襟の高いものがあったりするんですが、このニットジャンルの中で一つ挙げるとしたら、僕はこのもう一番オーソドックスな 3D のニットですね、これがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、続いてシャツジャンルなんですが、ここで、個人的にはですね一番欲しいと思っているものがありまして、それがこちらですね、オーバーサイズスタンドカラーシャツということでね、これはね僕は今回の中で一押ししたいアイテムというか、個人的にもこれが欲しいなというふうに感じてるんですね。
襟型によってシャツの受ける印象って変わってくるんですが、その中でもこういったこう通常の襟ではなくてスタンドカラー、バンドカラーと呼ぶ方もいらっしゃいますね。こういった、立ち襟のものですねがついてるとトレンド感があって今っぽくもあるというところ でサイズ感もですねオーバーサイズということで、多分ですねものすごく大きくしているというよりは程よくやや緩ぐらいなのかなと思いますね。ただ通常のユニクロのラインよりは少しゆったりめではあると思うんですが、これは使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。ようやくこの立ち襟というかスタンドカラーのもの、着てる方も増えたので、結構違和感というところはかつての 4,5 年ぐらい前に比べるとだいぶ薄らいでるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思うんですが、どこが気に入ったのかというと、まずは基本のデザインなんですが、胸のポケットが左右対称についていて、ここがあるかないかで、デザイン的なアクセントになるかならないかというところなので、個人的にはあった方がかっこいいんじゃないかなと思います。これだとね、シャツとしても着れますが、アウター感覚でこういった T シャツの上にさらっと着て前開けみたいなこともできるので、これをシャツアウター的に使うことができるかなと思うので、このデザインベースデザインはすごくいいんじゃないかなと思います。あと色合いですね、このカーキという色がめちゃくちゃいいですね。カーキなんですが、ベージュとグレージュとカーキと、この絶妙な境目というかすごくいい色合いで、これはね程よく明るさもあるんだけども、やぼったくないような上品な色合いで、個人的にはねすごくこの色いいんじゃないかなというふうに思ってます。その他の色も良くて、ダークブラウンもねこれまたいい色ですね。ブラウン系ってもちろんこういい色なんですね、コクがあって上品な色なんですが、僕ら大人世代が着ると失敗するとおっさん臭が漂いすぎてしまうんですね。その点で言うとこれは深めのブラウンで品があるのでおじさんっぽさは出ないんじゃないかなと思ってますね。そういった意味ではこの色も良くて、迷いますね。本当値段4000円なので2色買ってもいいんじゃないかなと思いますね。あとブラックね、これはこれで使い勝手がいいかなと思っていて、ブラックのパンツと合わせてセットアップっぽく着るのもいいかなと思うんですが、個人的には第1希望がカーキ、第2希望がダークブラウンというところでチェックしたいなというふうに思ってます。はい、続いてですね、シャツジャンルの中ではこのブロードレギュラーカラーシャツですね、これもなんかユニクロでは毎シーズンやってるような感じがするんですけども、レギュラーカラーで襟の形としては、本当にド定番ですね。名前にある通りレギュラーなので、こういった普通の襟型のものがここ数年はトレンド感が逆にあっておすすめだったりするんですが、その中でもこのピンクがすごく品がいいんじゃないかなと思いました。ピンクといってもなんかこう女性っぽさ満載のものではなくて、ピンクとちょっとこうパープルの中間のようなすごく品のいい色合いで、こういった色って結構様々なブランドがやっていて、なんかオーラリーとかでもねこういった色合いとかあったりするので、なんか雰囲気的にはすごくいいんじゃないかなと思います。この中でブルーもいいですね。ブルーもちょっと今見ていいなと思いましたね。ブラックのパンツと合わせてこういったブルーもいいし、どっちかかな、ピンクのこの色の綺麗さを取るか、ブルーのこの、シャープさを取るかっていうところなんですが、意外と使い勝手がいいかなと思うので、これもぜひチェックをしていただきたいなというところですね。はい、そして T シャツスウェット系なんですが、ここはね、後でちょっと解説します、飛ばします。ボトムスもね後で解説しますから飛ばします。あとはこの小物なんですけども、ヒートテックチャンキーハイソックスですね。これは何個か買ってもいいかなと思うぐらいいい雰囲気かなというふうに思ってます。靴下って、トレンドがあって、どんなものが今多く履かれてるかっていうと、無地の白だとか、あとはこういったナチュラルだとか、こういったものがねちょっとトレンドになっていて、リブが太いものですね、こういったものをどこかこうダサかっこいいような感じで、着用してボトムスと、靴の間からギリギリ動いた時に見えるぐらい、それがいいかなと思うんですが、このねナチュラルの感じ、ちょっと色の混じり気があって長さもあるので、ちょっとクシュクシュっとですねその部分にたるませながら履くのはすごく雰囲気いいんじゃないかなと思うので、これはね僕はいっぱい買おうと思ってます。地味なんだけども使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。ボトムスとの相性もいいと思うので、これはぜひチェックしていただきたいなというふうに思ってますね。はい、
こんなところで僕が気になったところはですね、挙げてみたわけなんですが、はい、もう一回振り返りますと、まずはステンカラーコートですね、これがすごく良かったというのと、あとはカーディガン、セーターカーディガンだったら 3D エクストラファインメリノクルネックセーター、これは良かったですね。あとシャツだと、ブロードレギュラーカラーシャツと、あとはオーバーサイズスタンドカラーシャツ、そして靴下ですね、このちょっと木っぽい感じのですね、ヒートテックチャンキーハイソックスっていう形で5つピックアップさせていただきました。こういったなんかデザイナーズのラインっていうと、いろいろ欲しいものが出てしまうんですが、リアルに使い勝手を考えたところでは、まあ3から5点ぐらい買えば十分かなと思うんですね。この後もプラス J があったりだとか、JW アンダーソンがあったりするので、ここで気合い入れて買いすぎても次の買い物がしづらかったりするので、まあこれぐらいの数に抑えておくのがいいかなというふうに思ってます。他にもね、いいものがあったりするんですが、大人の男性ですとかおしゃれが苦手な方でも最初にお伝えした5点は使い勝手いいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思ってます。このあたりを踏まえた上で、この後ですね、時間の余裕がある方はまたお付き合いいただければなと思うんですが、全体をですねちょっと語ってみたいなと思ってるんですね。はい、まずアウターからちょっとお話ししたいなと思ってるんですが、こういったフランネルワークジャケットとかウールブレンドテーラードジャケットっていうところで、まあユニクロ U の中でもジャケットとかってよくやるんですが、個人的にはねあんまり買うことがないんですね。というのもジャケットを着るときにどんなシーンが想定できるかというと、仕事で着たりだとか、割とこうなんかプライベートでもご飯食べに行こうとか小綺麗にしたいときに着るものなので、そこまでなんかジャケットでこう遊びたいとかおしゃれ感出したいっていうのは個人的にはないんですね。どのシチュエーションで着るんだ問題があって、なので僕の中ではもしジャケット着るのであれば、しっかりとした定番的なネイビーのセットアップ、ジャストサイズのものとか、もしくはデザイナーズのものであってももうちょっとこう逆に値段上げてちゃんとしたものを着るので、意外とユニクロではジャケット買わないかなというところで、今回もパスしようかなというふうに思っています。あとね、シャツジャケットも毎シーズン買ってはいたんですが、今回のねこちらのシャツジャケット悪くないんだけども、めちゃくちゃいいかというと、そんなになんか魅力を感じなかったなというのが正直なところで、デザイン的には胸ポケットが、左に1つだけっていうところで、かなりオーソドックスですね。で、素材感としてもちょっとカジュアル感があってあんまり惹かれなかったというのが率直なところです。あとはフリースカーディガンとかね、あとはリサイクルダウンジャケットとか、このあたりは例えばロング丈のコートの内側に入れて、暖かさをですね、出すようなアイテムなんですけども、リサイクルダウンジャケットは去年買って結構良かったですね。これは重ね着で重宝したので、おすすめしたいアイテムではあるんですが、まあ、僕は持っているので今回はパスしようと思います。フリースカーディガンもねいいかなと思うんですが、こういうアイテムの一つのこうネックとしては、重ね着ではいいんだけど、コートを脱いだ時にこの単体がおしゃれかっていうと、あんまりねおしゃれ感っていうのは漂いにくくて、ちょっとこう逆に言うとこうやぼったさが出ちゃうかなっていう、僕ら世代だとそこが懸念点なので、ちょっとパスかなという感じですね。あとジップアップブルゾンみたいなものもそうですね。これね、若い世代10代20代とか30代前半で、スタイルがスラッとしていて身長あって痩せ型の人だとかっこよく着れると思うんですけど、僕ら大人世代が着るとこの従来のおじさんが着てたようなブルゾンと形は違わないので、ちょっと危険かなと思うので、僕はこのあたりはパスですね。はい、本当に世代によって全然正解の形が変わるんですね。世代とあとはどのなんだろうな、ファッション感度の違いによって正解が変わってきて、すごいおしゃれ上級者とか中級者以降であれば正解のものでも、おしゃれ初級者向けだとちょっと難しいかなというところがジップアップブルゾンだとか、まあ、マウンテンパーカーもね、これ着丈が短いんですよね。これもね、個人的にはそんなにしっくりこなかったかな。ベーシックで使いやすくはあるんだけども、こういうのを着るのであればアークテリクスだとかノースフェイスとかの分かりやすいナイロンジャケットの方が僕は使い勝手いいんじゃないかなと思うので、ちょっとパスしようかなというふうに思ってます。はい、
まあ、セーターもねちょっと先ほどもお伝えしたんですがいろいろあります。どれもね形がいいんですがリアルなとこで言うと僕はこの首があるかないか問題っていうのがあって、モックネックだと結構ね首が隠れて、まあ、タートルネックもそうなんですけどもこれはチクチクあんまりしないと思うんだけどでも邪魔くさいと思っちゃうんですよね僕は。結構僕は個人向けのスタイリストとしてやる中でタートルネック苦手な男性って多いんですよ。なんかね首がこうずっと違和感感じてしまうっていうのもあって僕もあんまり好きじゃないのでちょっとねモックネックはリアルなとこで言うとあんまり着ないかなと思ってて、その点は先ほどのクルネックセーターの方が使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思ってます。ただ見た目としてはモックネックセーターのこのなんだろうなしっかりとこう厚みがあってローゲージのざっくりとした感じを緩く着るのはおしゃれだなと思いますし、ね、ブラウンの色味もいいしダークグリーンもねこれね混ざり気があってなんか上品だなと思うのでおしゃれな感じがあって着るというのはありかなと思うんですが、リアルにこれガンガン着るかなというところで僕の中ではちょっと不安があります。なので、首の高さとかを確認しながら当日見てみたいなというふうに感じています、はい。うん、あとねこのチャックのあるニットね、メリノブレンドフルジップセーターというねこれもねなかなかね絶妙なところです。世代によって10代20代って自分の人生の中でこれが初めて出会うっていうことも少なくないと思うんですよ。ただ僕ら世代だとちょっと前に流行ってちょっと前というか何十年前に一回来てしばらく旬な時期がなくてまた巡ってきたみたいな見え方するときになんかこれこうおじさんよく来てたなとかあんまりおしゃれじゃない人が来てたなっていうイメージが割と僕の中では強くてちょっと二の足を踏むところがあるんですね。このね先入観問題っていうのは僕もね大反省でそこを乗り越えてまた着れるとねおしゃれの感覚が広がるんだけどもなんか僕ら世代が来た時に周りはねそのおしゃれな人ばっかりではないわけなのでそれが理解できるかっていうところは結構むずいので僕は手を出さないようにしたいなというふうに思ってますね。難しいところですよね。世代によって正解が変わるというところもなかなか味わい深いなと思ってます。あとこのデニムオーバーサイズシャツっていうやつですね。これもね、今月の末に発売されるんですけども色はカーキよりもこのネイビーの、まあ、まさにこうデニムっぽい感じですね。ステッチの感じもすごく、カジュアル感があっていいなと思うんですがこれは着てみないと分かんないってところなんですが、まあ、ちょっと肩も落ちていてオーバーサイズでこれがハマればかっこいいかなと思うんですがちょっと万人受けというよりはおしゃれが好きな人向けかなというふうに思うので最初の5つには挙げなかったんですがちょっとチェックをしています。はい。あとね気になるのがこのヘビーフランネルオーバーサイズシャツね。こういうチェックのシャツって、まあ、いわゆるこう失敗すると、おじさんっぽくなってダサく見えるものなんですがおしゃれに着こなせたらもうありだと思うんですよね。ここがもう絶妙なところです。ただやっぱりユニクロ U が手掛けてるだけあってチェックの雰囲気とかはなんかこうちょっと大人っぽくもありなんか上品な感じもしていてこの特にブルーの感じと、ブラウンの感じいいですよね。個人的にはすごくいいと思ってて野暮ったさもあるんだけどもハマればかっこいいアイテムという上級者向けなところもあってここは試着をしながら楽しみたいなと思ってます。なんかね先日ザ・スーツカンパニーさんとの、コラボレーションというか僕がゲストで出演した動画があってその中で芸人の藤森慎吾さんが、一緒に出てたんですけどもその藤森さんがご一緒した時にこういったチェック系のシャツを着ていてお素敵だなと思ったんですよね。世代的には藤森さんってもう同い年だと思うのでね、素敵なおしゃれな男性であればチェックのシャツってこうやって着れるんだなっていうのをすごく実感をしてまさにその印象と近いようなシャツでこれもね僕もちょっとトライしたいなと思うんですが、万人向けではないのでそのあたりも頭の片隅に置きつつって感じですかね。あとはね T シャツスウェット系はなんかある意味で、そんなに新鮮さはないですね。スウェットプルパーカーとかねこのあたりはもう定番で
僕も持ってますし、何度か買ったことがあります。まあ、カラー展開はね、ベーシックなところで言うとブラック、このあたりは僕も持ってるしおすすめできるんですが、ちょっとこうシーズンカラーというか、ちょっとひとひねりある色としてはダークブラウンだとか、あとは何だろう、カーキとかね、このあたりが新鮮な感じなんですかね。あとダークブラウン、ダークブラウンが2つあるんですね。暗めのダークブラウンとちょっと明るさのあるダークブラウンというところで、これもね絶妙なとこですね。本当におしゃれな人って、ちょっと話脱線しますよ、おしゃれな人ってこれなんか着る人によってはダサく見えるけども、それを本人のこう雰囲気だとか、おしゃれなスキルで似合わせちゃうっていうのが本当におしゃれな人だと思うんですよね。なのでこの絶妙なところを、うまく使えるような人はたくさん出てくるかなと思うんですが、ただ失敗するとただの、おじさんっぽくなるとか野暮ったく見えるというですね、そのギリギリのラインなんですね。そこがね難しいところで、このちょっと今回のねシーズンカラーとなるような色合いは本当にギリギリのとこなので、まあ使うのであればブラックがいいかなと思うんですが、そこをかいくぐっておしゃれを楽しむかどうかというところが、まあ、一つのね、分かれ目なのかなと思ってます。僕はね今回ちょっとパスしようかなというふうに考えています。はい、うん、まあ、あとクルネック T シャツとかね、そのあたりは、いいかなと思うので、随時買い足してもらうのもいいかなと思いますね。あとボトムスなんですね。ボトムスが毎回僕は迷いどころで、大人の男性が履くボトムスとしてどんなものを僕は理想としているのかというと、スマートアンクルパンツのような、まあ、もも周りだとか腰周りは多少ゆとりがあって膝下からスッキリというような、スリムテーパードっぽいものがなんだかんだでスタイルがよく見えるので多くの男性に似合いやすいんですね。一方でこういったこうユニクロ U だとかプラスJもそうなんですが、デザイナーとのコラボレーションになると少しシルエットゆったりになります。ただ前ほどの超ビッグシルエットっぽいものはだいぶ減ってきて、レギュラーフィットとか、まあ、そういったものが増えているんですね。ワイドフィットもありますけども、なんか極端すぎるシルエットではないので、まだ使いやすくなったかなとは思うんですが、まあ、テーパードといって膝下からのこう細さっていうのがあるものではないので、割とねやっぱり履ける人がね限られてしまうんですね。先ほども言ったようにおしゃれとダサかっこいいの、ギリギリのラインなので、そこは、やっぱりクロート向けのものかなという感じがして、僕は個人的にはね履くものはそんなにないかなと思ってるんですね。フランネルイージーワイドフィットパンツとかね、これを個人的に履くのはいいかなとは思ってるんですね。レギュラーフィットチノとかもね悪くはないかなと思うんですね。あとはレギュラーフィットジーンズね、このあたりのこうセルビッチね、この感じもね最近ユニクロ U とかプラス J とかでもやってますが、やっぱりすっきりめのシルエットのねオーソドックスなものが大人世代は使いやすかったりするので、このあたりは中級者向けかなというふうに思っているので、万人向けじゃないっていう感じでしょうかね。まあ、無理して買わなくてもいいですよっていうところで僕は言いたいですね。このあたりおすすめしているチャンネルはたくさんあって、そのあたりは僕が語らなくてももっとねおしゃれに振っているチャンネルがたくさんあるので、まあ、そういったところの、ね、意見を参考にしながら見ていただきたいなと思いますが、僕はもう初級者向け大人の男性向けというところであえてここはあまり押しすぎずというところでいきたいなというふうに思ってます。はい、ということで、今回はですねユニクロ U の秋冬の新作を、僕なりにレビューをお伝えさせていただきました。まあ、正直なところ忖度なしに言うといいんだけども、やっぱり毎年春夏秋冬でやってきて、まあ、僕もねいろんなもの買ってきたので、まあ、正直めちゃくちゃ新鮮でこれは超欲しいっていうものがそこまでなかったというのが率直な部分ですね。まあ、その中でも個人的にはそんなに派手さはないけどもすごい良かったなと思うのがバンドカラーシャツというかオーバーサイズスタンドカラーシャツですね。これが良かったかなというところ、あとちょっとねチェックのシャツね、ヘビーフランネルオーバーサイズシャツはちょっとワクワク感があっていいかなというところで、少しずつ安牌を買ってなおかつちょっと今まではトライしたことがなかったような
チェックシャツを買ってみるだとか、まあ、そういったねコンセプトを持ちながら買ってみるのもいいかなというふうに思ってます。あくまで写真だけの レビューなので、この後実物を見てどう違いがあるのかというところはまたね追って買ったものをご紹介しながら、皆さんとシェアができればなというふうに思ってます。ぜひねコメント欄で皆さんの方でもこれ気になるなとかこれ欲しいなとかこれだったら僕ら大人世代だとか初級者でも、着れるんじゃないかっていうところは、ご意見いただきながら、僕に教えていただきたいです。まあ、皆さんのねこれまで着たものとかの遍歴によってもどれがいけるかいけないかっていうところも変わってくるので、皆さんのコメントを見ながら僕もね、どういったものを買おうかをですね改めて考えてみたいなと思ってます。前回もねこういった事前レビューというか、こういったものがいいですよっていう動画を撮った時にコメント欄にもこれもいいんじゃないですかっていうね意見もあったりして、それ見ながらあそうかと思って着てみたらやっぱりいいじゃんっていうのもあったりするので、結構ね皆さんからの意見すごく大事だと思うので、ぜひねコメント欄にぎわうように大人の男性でも似合うもの皆さんのですね大喜利のように出していただけたら嬉しいかなと思うので、ぜひですねどしどしコメント欄書き込んでいただければなというふうに思ってます。はい、まあ、今回ね8月末とか9月中旬とかちょっと発売時期がずれるものもあったりするんですが、また改めて動画を出してみたいなと思うので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思ってます。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。